ックヤードでは他の選手の演技を見て拍手をしたり仲良く話す笑顔が印象的だったアリーナ・ザギトワ選手。本番直前は表情が一変し真剣そのもの。大好きな日本、このザ・アイスで今シーズンのショートプログラムを初披露します。15歳でオリンピックの金メダルを手にしました。昨シーズンはグランプリファイナルで銀、世界選手権で金。今年17歳になったロシアのアリーナ・ザギトワ、今シーズンのショートプログラムです。手を挙げて飛ぶというのは本当に出来栄え点にもかなり点数が上がってくると思います。村上さんはこのザギトワのレベルの高さというのはどんなところに感じてますか？もちろんジャンプもそうなんですが、表現力もどん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 大人っぽさも増してレベルもアップしてるなっていうのをすごく感じますね。やはり体も柔らかいのでスピンの一つ一つのポジションも全て美しいと思います。苦しい時期もありました。しかしその逆風を跳ねのけた昨シーズン。ファンの期待が高まる演技を披露しました。昨シーズンはやはりすごく下から若い選手が出てきて苦しいシーズンだったと思うんですが、そこの壁を乗り越えて世界選手権も優勝したので、今シーズンもどんなザギトワ選手が見られるのか楽しみです。会場の空気を自分のものにしてみせましたアリーナ・ザギトワでした。